えっとね、今日、ちょっと初めて10分動画撮るんですけど、あの、私の、要はなんで私こんなになったのみたいな話なんですけど、私ね、あの、10代の時は全然グレてないです。その中学校2年生の時にね、私の友達がね、まあその、今でいうパパ活みたいなことをしてね、私が主犯格として捕まったって話があるんですけど、その時にね、埼玉県警の本部長が私のところに来てね、俺がわざわざ来てやったぞ、この野郎って言われて、タバコを出され、 ハイザを出され、ライトを顔に当てられ、ね、あの、何もしてないのに指紋から顔写真から全部撮られ、その当時まだ、そこではね、最新機器が入ってるみたいなこと言ってましたね。DNA のあれもできるんだぞ、なんて言って。だから何って感じだったんですけど、まあ中2の時にそんな経験をしてからね、私の人生ちょっとずつそこから変わってきましたね。ああ、何もしてないのに人は勝手に私のことこういうふうに思うんだって。でもそれでも、 そう,いうふうに思われたくないっていうので、一生懸命こう、普通にしてました。何もないような顔してました。すごい悔しかったですけどね。だけど、そこからかな。私、はっちゃけてったの。15、16ぐらいからかな。もうね、16ぐらいの時には、もう家出したりとかなんだかんだしてね。あの、高校とかには一応入ってるんですけど、もう今そこの高校がね、ないから、ぶっちゃけちゃいますけど、裏口入学です。 私、勉強なんかしてないです。もう今、そこの高校がないから言ってるんですよ。あったら大変なことになっちゃうんで。まあね、昔多分そういう方っていっぱいいらっしゃったと思います。でね、裏口入学の面白いところっていうのはね、必ず補欠のところに名前が載るんです。まあ、どうでもいい話なんですけどね。それでね、そこから私の人生変わっていったのかな。まず高校に上がったときにはね、あの、高校2年生の先輩ですかね、に、あの、トイレに呼び出されて袋叩きになったんです、私。 だけど翌日ですかねあのまあうちにね来てた方の妹さんかなが同じ高校にいたってことで「お前誰の娘さんにそんなことやってるんだ?」ってことで今度3年生の先輩が私に仲良くしてくれて2年生が私に挨拶をするというちょっと不思議な状況でして「おはようございます」なんて言われたんですけど「おはようございます」って私1年生がね2年生に言われても困るじゃないですか。でなんか居心地の悪い場所だなぁなんて思ってました。 で、今度、私は、まあ、家出をするんですけど、高島平の方に引っ越したんですね。下赤塚だ、高島平だって。そうするとね、そこにはまた悪い人がいっぱいいるんですよ。で悪い方がいっぱいいて、その悪い方たちと一緒になって、私も悪いことを始めたのがきっかけかな。だから私のね、やんちゃデビューは多分ね、高島平ですね。新高島平に住んでた時です。でね、和光とか向こうの方のね、 そのなんかそういう、今で言う、ヤクザみたいな方ですかそういう方たちも、まあ、うちの母親とつながってたり、うちのソフトのことを知ってるとかっていうので、あんまりね、でたらめなことはできないんですよ。全部情報流れちゃうから。だけど一人口止めしましたね。私がここにいること言わないでくれって。そしたらね、それは言わないでいてくれました。だけど、私16から何やってたんでしょう。競馬の飲み屋の電話番版とか、まあ、お小遣いもらってね。まあ、そんなことをやったりとか、 薬物をやったりとか、ろくなもんじゃなかったです。で、16歳の小娘がね、まあ調子に乗っちゃうわけじゃないですか。そうするとその時にね、喧嘩があったりとかしても、男を打ちのめしちゃったりするんですよ。私体だけは大きかったんで。で、なんか変にお金を持ってたりするわけで、お金を貸してくださいなんつって返さなかったりとかすると、女のくせにね、男の方がその時根性なかったんで、女のくせになんかこうやっちゃったりとかするんですよね。 今覚えば何でそんんなことしたんだろうってでもその代わりちゃんと人を面倒見るってこともしてました。だけどね、結果それが全部ね、みんな薬物発作なんですよ。そうやって私のところに近づいてくるっていうのは。ああって。それでね、ずいぶん前にもね、その、人間やめますかみたいなね、その CM がね、あの一番怖かった気がするって話をしたんですけど、まさにそれなんですねそのの当時に私が16ぐらいの時に まあ夜中ね、みんなそこにいて、そういう番組見ますよね。まあその CM っていうんですかお知らせっていうのかな。そうするとね、どん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 一人一人ずつ闇に落ちていくんですよ。で、そこで言った言葉が全然ガキのくせにね、あんた体に合ってないからやめた方がいいよみたいな。ずいぶん偉そうなこと言ってたなって。でもね、それは間違いじゃなかったと思います。そこでね、何かこう問題を起こそうとした人を止めたりとかね。でもね、その時私まだね、 実際自分で体に入れてたか入れてないかぐらいの時だったんです。でも、その、まあ初めての時ってね、人にやってもらうみたいのがなんか当たり前だったんですけど、私それが嫌だったんで、しょっぱだから自分で行きました。で、それからかな。ああ、こんなもんなんだ。で、私はよくね、皆さん何か辛いことがあったから始めたとか、 こういう、みんなね、ノリで先輩たちに断れなかったとかって言うんですけど、私は楽しくて楽しくてしょうがなかったです、やった時。なので、こんな楽しいものあるんだと思いました。第一の感想が。だって、痛いところは全部楽になるし、気分は楽しくなるし。でね、それやっと表で出てっちゃうんですから、最悪ですよね。で、お酒飲みに行っちゃったりとか、ご飯食べに行っちゃったりとか。だからね、普通ね、なんかご飯食べれなくなるよとかって言うんですけど、私はね、逆でしたね。 やって飲んで、やって飲んでだから全然酔わなかったです。まあね、それがね、私の薬物デビューですかね。まあ16歳からこんなことしてればね、ろくなもんじゃないです。なのでね、あの、その時のことをね、あの、今ね、皆さんにこう何か言われてしまったら、もう本当にすみませんしか言えないですよね。そんな奴が何こんなとこで喋ってるんだってなっちゃうと思うんですけど、ただもう私という人を知ってもらおうっていうことで、 そこにね、偽りがあっちゃいけないと思ってるんで言ってます。で、それで今後ね、54歳ぐらいになってくると、まあそういうね、薬物とかで苦しんでる子を助けようかなっていう発想に変わっていくんです。まだまだ今は16歳の私の話をしてます。16歳の時はこんなもんだったよ、みたいな。でね、そこからね、まあ薬物の入手ルートとかあるわけですよ。その時はね、なんかこう、稲穂のマークかなんかついてるところの人だったりとか、あの、 なんだろうなあとこういう「住む」っていう字が書いてあるところの方たちがねそのたくさん持ってきてくれるんですよね要は私のところが保管場所みたいなで一生懸命こう分けたりとかしてたわけですよ私はでその中でねあの「持ってってもいいよ」なるほどこういうのっていくらぐらいで売ってるんですか」っつったらその当時にまだねグラムで5,000円とかだったのかな その末端価格で5000円ぐらいいだったと思いますこんな話して大丈夫なのかなまあ昔の話ですからね。でそれをなんかこう来た人に渡すみたいな思いっきり言ってることやばいですよね。だけどまあ16歳の私ですからね16歳の私はそういうこととも知らずに競馬の飲み屋をやったりそういうものの受け渡しの仲介をしたりとかそんなことをしてました。 そして自分も体に入れてたし、でもね、あの、一つだけね、自分の中で、あ、これ、どん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 やばいなと思うと、私は抜くっていうことを覚えてたんです。なんだろう、人に迷惑かけるのも嫌だしこう、自分がおかしくなって落ちていくのも、もう人がそういうふうになっていくのを見て分かってたんで、それだけは嫌だなと。なので、寝て、食べて、ね、シャワーに入り、気分転換をし、 で、日常生活をしながら、またそういうことをするみたいな。まあ、ろくでもないっちゃろくでもないんですけど、でもね、私が初めて覚醒剤をやった時には、まあ、こんな状況でした、みたいな。本当はね、あの、一番最初に、その、その当時付き合ってたお友達とかと、初詣に行くって話になったんですよ。で初詣に行くときにお腹が痛かったんです。でもな、って新宿まで遊び行かなきゃいけないのにな、どうしよう、お腹が痛くてどうしようって言ったときに、 やっとこうかな、みたいな。それで、パーンと自分で、ぶち込みました。で、ぶち込んだ後に、シャキーンとしたんです。お腹の痛みもなく。あ、これなら元気に歌舞伎町に遊びに行けると思ってね、思いっきり元気でしたね。なんか、吉野家かなんかの看板ひっくり返して大げんからかなんかやったみたいなんですけど、ちょっと、もうね、昔の話なんで記憶はあんまりないんですけど、でもそんなこともありました。で、私の、その、なんていうんですかね、 エンジョイライフというか、そういう生活が始まったんですけど、なのでね、あの、恐怖感を持ってやらなかった。悪いことだと思ってやらなかったので、その、捕まるまで33年間かかったんですよね。まあ、これはね、 大きな声で言っちゃいけないことです。ただ私の番組を見てくれてる方っていうのは私がなんでこんな話してるんだろうとか、じゃあお前はいつからやってたんだとか、どういう気持ちでやってたんだって多分知りたいと思うんです。でそこで綺麗事言ってもしょうがないんで、16歳の私はこうでしたみたいな。あくまでも16歳の時の話ですからね。あの、今じゃないです。ほんとその時はね、楽しく、まあそんなに単価も高くなかったから。で、まだね、こういう、なんですか、ガラスのやつだったんでね。 そういうのを何個もコレクションとして持ちながら、楽しく遊んでました。もうそろそろ時間で。